去年はね、金丸由伸選手、まだあの時は鈴木軍でした。そうでしたね。さあマスター綺麗、カウントが入る、カウントは2。おお、まずい、だがうまい。そしてバースト、ブライアン・ケイジを黙らせた。素晴らしい。カーンが入ってくる。あ、まずい、この組み合わせはまずい。そうですね、合体技もありますから、だが警戒です。このね、AEW での海外でのアメリカ、カナダでのこのデスペラードの人気ってすごいんですよ。今もデスペラードコールが鳴り響いておりました。バックドロップ、さあすぐにロッキーロメロ、チャック・テイラー入ってくる、ダメージが濃い、バレットも入ってきた。おーおーおお、ちょっと、あ、もしかして、あのギッシー、あのギッシー、いや、まあ攻めてる途中、嘘、試合中ですよ。あ、中心に、あ、逃げられない、美しい、はい、これでエルデスペラード選手はストロングスタイルにしてベストフレンズと言ってもいいかもしれません。そうですね、友好関係にありますね、おそらく。だが戸惑っているうちにデスペラードピンチに陥ってしまいました。まずいぞ、まずいぞ、キャッチして、なんてこと。おお、ハウスコール、必殺技にしてますね、これ。顔面にヒットだがロッキー間に合った。だが、あの一撃はね、あのままスリーカウントフォールを取ることも珍しくありません、はい、あれで勝利を飾ることもありますからね。デスペラード選手立ち上がれますかね。デスペラード立ち上がれません。だが、スワーブストリックランドにも余裕があるわけではなさそうです、うん、どうしてもトップコーナーからの攻撃というものは時間がかかってしまう。そこをどう埋めていくかが勝負のポイントになるかもしれません。さあ、トップコーナー上、これバランスが非常に悪い、足場の悪いとこではありますが、問題にしないアテア、なだれ式フランケンシュタイナー。さあ、ここから速いぞ、ロープに戻ってくるところ、高さが、高低差がひどい、これはきつい。ああ、返せますか。カウントは2、よく返しました、ビリー・スタックス。今の返したのは大きいですよ、ギリギリでした。ここで呼吸をどこまで取り戻せるかですね。だが、まだアテナの方はオーフェイスの方を隠し持っています。そのチャンスを伺っている。そしてビリー・スタックスもまだまだこんなものではない、はい、このアテナの挑発の声に感情をあらわにしたビリー・スタックス。いけるか、ショットガンドロップキック、クリーンヒット。だがアテナも同じ技、逆返す、肘のぶつかり合いですね。当たりはアテナの方が大きいが、あ、危ない、これはかわした。さあ、ビリーが行く、ドロップキック、側頭部、リング中央、カウントは、カウントは2。ビリー、調子を取り戻してきたんじゃないですかね。そうですね、ここから流れをつかめるかですね。さあ、ま、ビリー、トップコーナー、アトニー選手は立ち上がれない。ああ、立ち上がりはしなくてもゴロリと。セカンドコーナー、セカンドロープからクロスボディ、さらにはライオンサルト、避けられたら着地、そのまま、すごい飛距離、とんでもないトペスイシーダでしたよ。本当に予測不能ですね。さあ、ファンタズモが動いた、おお、さっきの仕返しか、うん、おお、ならば今度はスワンダイブ、届く、おお、スワントンボム、さらにライオンサルト、素晴らしい。カウントは2。どうやら同じカナダ出身であってもこのトロントのお客さんはファンタズモに対して声援を多く飛ばしています。そうですよね、ステイ選手にはブーイングが、あ、 ELP コールを来てます。さあ、この体勢、必殺の CR2 を狙っていますが、ステイ、それを許さない、ギャウ、またもや強烈なバスター、さらに理想、あのまま、ズ
すごい力、顔面を2だ。エルファンタスもこれで終わりか。カウントは2です。だが今のは効かされましたね。あ、ダメージ大きいですね。起き上がれません、ファンタスモ選手。さあ、ストゥーがトップコーナー、ファンタスモ、ここで下から届くエルファンタスモの長い足、何かを考えてるぞ。何かを企んでるぞ。何？飛距離と計算、何捕まえて、なんとトップロープからのなだらしフランケンシュタイナー。さらにはエルファンタスモ、カナダでサンダーキス86。スピードもパワーもありますね。だがカイル・フレッチャーも行く、速い、シンゴも行く、高木シンゴかわしてカイル・フレッチャー、いやー倒れない、スーパーキック、さすがのドラゴンもこれでダウンです。さあ TJP、 ここは分断にいった、ダイビングのアタック、カイル・フレッチャーとのコンビネーション、そこにコブも加わっていく。バックエルボー、ウォン・レグラビアート、さらにアスレチック・フレックス、さらにマンバースプラッシュ、素晴らしいユナイテッドエンパイアの連携。今のは強力でしたね。でしたね、高さもありました。バスケットボールがこう確かイメージなんですよね、選手が。ローリングスマット、さすが TJP。 バッケルボー、グッグーパンチ、流行かわして、だがポップアップ、デスバレー、さすがの TJP も、あ、2人で来たんですか、今カメラで言ってくれませんでしたね。そうでしたね、でも確かに来た来た来たと、ここトロントで叫んでました。何か来たことをね、喜び合うかのように、高橋宏と高木慎吾、そこにクールな武士は加わりませんでした。さあ LIJ が乗ってきた、パンピングでバンバー、コブが間に合う、ホブ選手のカットが早かった。いや、今のは TJP カットに入らなければ終わっていました。なんか流体みたいに入ってきましたよ、ホブ選手、はい、やっぱもうバカにできないです。というか棚橋宏だって絶対油断できない相手ですよね、はい、あ、今パワード臆病者コールを棚橋選手が始めましたよ。前回のこれアダム・コール選手が行って、あ、MJ 選手花道止まった、トラウマが呼び起こされます。煽り体勢ないですからね、ゼロです、ゼロ。棚橋選手もよく分かっています、プリプリしてるですね、俺のことかという顔で、はい、あの肘当て書いてあるの、エースイズなんて書いてます、あのなんだろう、アースかな、おスポーツマンシップをいきなり出してまいりました。今さら、なんで急に言うんだよ、笑顔ですよ、本当にいい笑顔です。いや、やっぱそこはやっぱ、日本式のお辞儀まで、だが棚橋は読んでいた、全てお見通し。そしてドラゴン張り手、足元がふらついてる MJF、 いやまあ確かに後藤選手の顎をぶち折ったビンタなんで弱いってことはないんですけど、でもね、やっぱりデスペラード選手もおやっていう気持ちで今見ていましたもんね。そうですね、うまいね、うまいって言っちゃダメなんだけど、 MJF のとにかくリング上での立ち振る舞いというものをそのまま鵜呑みにするのは危険ですよね。ダメですね。とにかく27歳の若さでオーソドックススタイル、クラシカルスタイル、そしてダーティーファイト、全てを兼ね備えているのが MJF です。すごく試合数が少ないのに存在感がめちゃくちゃある選手ですよね。去年は確か7試合ぐらいしかしてないんでしたっけ、はい、7試合だとご本人の SNS で明かしてました。それでも、はい、でもデスペラード選手、はい、常に試合があるときにはベストに試合でいきますよね。そうですね、本当に。おお、油断はしません、小島聡、コチコチカッターを狙っていく。
だがそれを逃れていく CM パンク。おお、強烈な2ストライク。なんだ、何をする気だ。おお、さっきのお返しでしょうか。すごいな、みんなトップコーナーに登っただけで、いや、あの、もう煽るためにわざと止まってましたよ、ね、ダイビングエルボードロップが、みんな CM パンクのダイビングエルボードロップがそんなに嫌いなんでしょうか。すごいな。さあ出るぞ、ダイビングエルボードロップ。結構顔面だったような気がする。大丈夫か。よくそういう感じだ。本当にマジで。確かに CM パンクの得意技です。アナコンダバイスとして自身の技として使っています。元祖はもちろん天山ヒルシ、小島聡のパートナーです。この技で破れるわけにはいかないですよ ね、 ですね。小島選手は結構 CM パンク選手はね、やっぱり Go to Sleep もそうですが、はい、まあ、日本のね、プロレスラーの技を自分の中に取り入れています。おう、おっと、これはさあ、お休みの時間がやってってしまいました。このまま眠らされてしまうのか、コジマ。まだやるか。すごい人ですね、モンゴリアン。ちょっからこれは許さない、コジマ。さあ、やはりダニエル・ガルシアは AW にまで来て AW のベルトに挑戦表明をした、このザック・セイバージュニアのことが相当気に入っていません。そうですよね、普段からここにいるわけじゃないだろうというふうにコメントしてましたが、そこに、おお、相手されてないぞダニエル・ガルシア。そうですね、ダニエル・ガルシアが一番用事があるのは柴田勝頼なんですが、ああ、割って入れない。頑張れ、おい。いや、ここは行かないと。ダニエル・ガルシア、なんか存在感が、あーあー、ひどい、ひどい、ああなぜか、ひどい、なぜ、ひどい、大丈夫か、ダニエル。いや、ハート強いですね、ダニエル・ガルシア。ここで強すぎる。なんでだよ、踊るタイミングここで。いや、バカなのかこいつは。よりダンスがパワフルになってる。力強くなってましたね。さすがですね、ジェリコ感謝協会。さすが世界一のスポーツエンターテイナーですね。メンターがジェリコ選手ですからね。はい、ジェリコの教えを守っています。おお、そしてやるときあります。素晴らしいダンス。女子の横にシビが止め、カウント2フート。さあ、これはジャック、さらには柴田、オレンジキャシディ、相打ち、相打ち、どうなる。4人目、すげえ、これはすごいですよ。みんな総立ち、はい、まあ、防衛マッチなんで、はっきり言ってチャンピオンであるオレンジキャシディから取らなくてもチャンピオンにはなれるんですが、まあ、誰から勝ってもいいんですけどね。ただテーピングの数は一番多いですよね、キャシディ選手。まあ、そうですね。やり方知らんだろう。知ってできちゃうんですか。知ってる風な感じでしたね、今ね。知ってる風でしたね。で、おう、回転エビ固め。だがそれを切り返して、真田がもう一度こうするんだ。ジャングルボーイをパラダイスに。パラダイスロックの関係。ジャングルパラダイス。ってますね、楽しそうだな。もうここでこの場にミラノさんがいたら、もう今ねハンカチかみしめて悔しがってますよ。でしょうね。まだ当たりないんですか、どれだけ欲してるんですか。フックは呆れてましたよね。結構勢い良かったですね今、はい、いや、すごいボルテージのパラダイスロックの流れでした。
これどん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 チャンピオン気持ちよくなっていくでしょう。でしょうね。僕はあのパラダイスロックで鉄蹴飛ばされて首が詰まって死ぬかと思いました。やっぱ見た目に騙されてはいけませんね、はい、ケツももちろん痛いんですけどね。そうですよね。あんな状況で、はい、だって手足自由に引かない状態ですもんね、はい、自分の体重がかかりますもんね、もろに。でそれで蹴飛ばされて頭ついてるもんだから、はい、首がギュッて詰まったんですよ。ああ想像できました。今やっと想像できました、はい、なるほど。さあこのジャングルボーイジャック・ペリーですが、今のようなここまで見たような軽やかなカウンター技も得意なんですが、結構この感情的な戦いというものも印象に残ります。そうですね。特に元メンターだったクリスチャン・ケイジ選手の戦いですごく残酷さというか非情さというのも手に入れましたよね。デスペラード選手も正直そこまでいまいちピンとこなかったジャック・ペリーの印象が変わったと言ってましたよね。はい、とにかくおいいドロップキック。とにかくた元盟友、長い関係性を持っているエディ・キングストンとジョン・モクスリー。どっちコールがエディコールが多いですかね。もうどっちのコールが多いなんかよく分かりません。マッドキングとマッドドッグです。暴力対暴力です。エディ・キングストーン。おう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 。おう。これは元井さんもたもとを分かちながらも何かつながっている部分があるのがね、なんか見えてくるような。通じますよね、会話をしているのが。嫌い合ってるわけじゃないっていうのが伝わってきて、何とも言えない気持ちになっちゃいますね。だから AD にしてみれば、今もうむちゃくちゃやってる BCC モクスリー、お前がそれをやりたいんだったらそれでいいという気持ちもあるし、モクスリーもそうでしょうね、はい、そうですよね。そっち側を体格を選ぶんだったら潰すだけだっていうふうに言ってましたもんね。一目もしないし。おお、今のはユータ良くないよ。ああニックもそれはダメ。1対1でこの2人だけでやるって、うわ始まっちゃいました。すげえ。リング上か。だってどういう光景ですかこれは。あれですね、あれ禁断の扉というポータルがですね、今10カ所ぐらい開いてる感じですね。一気に。おお、うん、でもデスペラード選手ここに来てウィロー・ナイチンゲールの才能がね、才能と人気が爆発してますね。もともと会場人気というか、お客さんの支持を集める人ではあったんですけど、はい、ここに来て結果が伴うようになってきましたね、うん、まさにピープルズチャンピオンというか。そうですね、人が推したチャンピオン。歓声もすごかったですね。すごかったですよね。一気にこう明るくなりましたよね。さっきまでの殺伐とした空気が変わりましたし、本当にこうボディスラムとスープレックスを通して笑顔を広げるというのをモットーにしている。そうなんですよ、ボディプレスとスープレックスを通して笑顔を広げる。基本的にこの試合中でもね、笑顔を絶やさない選手なんですが、それだけに笑顔がなくなった時のウィロー・ナイチンゲールは怖いです。ハードコアもやりますから、ね、そうですね。おお、そしてテクニックも十分持っています。そしてね、元井さん、はい、やっぱりこのタイトルマッチではあるんですが、これは長きにわたる構想の決着戦でもあります。そうなりますよね。もうアウトキャストはいろいろなところに喧嘩を打ってきましたけれども、ミロー選手はスカイブルー選手が標的にされてましたよね。その仲間であるスカイブルー選手は先にトニーストームのこの AW 女子王座に挑戦して敗れています。片足ドロップキックで吹っ飛ばしましたよ。いやこの足腰強いですからね。トニー、おうおうおう、場外はダメです。なかなかこれでトニーストームは休めますね。おおおおあんたたちうるさいわよとばかりにのけものたちをのけものにしていきます。
あ、笑顔出ましたね。キナバエド会場は騒然とする中、ストームブレイカー、マジかおい、こんな終わり方が、すげー、いやー、なん奇跡だ奇跡だ、だって視界見えてないですよね、ロープブレイクだ、うわー、私も今オスプレイと同じようにもう怖いくらい、そんなことが、ということはまだケニーオメガにはチャンスがあるということです。何ですか、何かを、奇跡が何度も起こるのか、奇跡を起こすのか、何度でもケニー・オメガ、食らったもんがでかすぎるよ、立ち上がれないですよね、ドライバーだって打ちつけられてるんですよ、まさかこの体勢は、おいおいおい、ケニー・オメガに対してその技を出すか、え、ドン・キャリスの耳打ちはこれか、神声、そして、世界が歪んでる気がします、はい、時間軸が、ああだからジェリコがぴょんぴょん跳ねて俺に代われとダダをこねています、だが聞く耳を持たない、あ今、いや、いや、鈴木選手だってそれやりたいでしょう、そりゃそうですよね、すごい飛び跳ねめちゃくちゃうるさいですね、すごいダダっこになってる、折れた、これは史上初のことですよね、これ初めてらしいですね、この世界にずっとこれだけいた2人なのに、だってジェリコ選手は32年のキャリア、スティング選手は38年のキャリアがあって、1回もリング上で絡んでないんですよ、信じられない、そんなことあります、わかんない、もしかすると忘れてるだけかもしれないですけども、あーあ触れた触れた、でもクリス・チェリコがそういうのであれば初めてなんでしょう、はい、初です、プロレス史上初って言ってました、はい、おーおーおーおお、さあ出てまいりましたが、おお、いやどんな戦いになるのか、そうですよね、だいぶ攻撃してましたもんね、言葉でジェリコ選手は、でそれに対してね、珍しくスティングが口数多くね、ジェリコを挑発してね、ジェリコを小僧扱いしていました、ジェリコ小僧言える人は何人いるんですか世界に、おジェリコスプラッシュ、おそれに対してスコーピオンデスロックの洗礼か、おスティングのスコーピオンデスロック、ステップオーバーした、これはもうバンジキュース、プロレスの歴史がここで、え、ここからレインメーカー、何度となく強敵を葬り去ってきた岡田和志、完全無欠の必殺技、さあジャーマン、ブレイヤー、吹いてブサイクに何度でも打っていきます、カウントが進む、カウントは2、ギリギリでした、2連続はちょっときついぞ、はい、下げていきますね、顔面の、うん、あこれはこれはブラックプールコンバットクラブで相手に制裁を行うときに見せるストンピング、
カウントは2。岡田も、岡田も対応していくが、これ意識飛びますよ。意識飛んだらもう体力も何も減ったくれもありません。我慢とかそういうレベルじゃなくなりますからね。ここに来てブライアン・ダニエルソンの打撃の、うわ、やるの、今までやってこなかったですよ、嘘だろ。恐ろしい人だ、恐ろしい人だ。イエスの大合唱。ぶった切った岡田和鹿のノー、開脚式ツームストーン。そしてレインメイカー。おー、嘘、レインメーカーが2だ。レインメーカー、レインメーカーが2だ。マジで、この決まりぐらい入ってますよ。完全に頭跳ね上がってますからね。そうですね、腕肩へダメージが重なっているとはいえ。